これは僕らがまだベルファスト王国の屋敷に住んでいた時のこと。託児所でござるか。うん、ほら子供を預かってくれるところがあれば何かと便利だろ。父親だけじゃなく母親もちょっとした仕事に就くことができるし、それに簡単な読み書きも教えられるしね。トウヤさんがこの間お父様に話していたのはそれだったんですね。そう、まさかこんなに早く作ってしまうとは思わなかったけど、さすが一国の王様だな。まだ試験段階ですけどね。孤児院とは違って親がちゃんとお金を払って子供を預ける場所ですから、手抜かりはないかトウヤさんに確認してほしいんだそうです。さすが ORG、 頼られていますね。まあトウヤが言い出しっぺなんだから当然よね。わかってるよ。託児所はこっちだったっけ。あ、あれじゃないですか、ほらあの赤い屋根の。あ、あそこか。あれ、あそこにいるのは。トウヤー、こっちじゃ、こっちじゃ。遅かったわね、待ちくたびれたわ。スー、リーまで。どうしたんですか、二人揃って。トウヤがまた何か作ったと聞いて自転車でやってきたのじゃ。面白そうじゃからわらわも混ぜよ。あ、いや提案しただけで、作ったのは僕じゃないんだけど。私はミスミドの大使として見学に来たの。うちでも使える施設かもしれないから。新しい仕事が増えるってことは雇用問題も解決できるかもしれないし。ちゃっかりしているわね。ポーラは？お留守番。子供たちのいる中に連れて行ったらとんでもないことになりそうだから。そうか、まあぬいぐるみだしな。ともかく中へ入りましょう。保育士の先生がいらっしゃるはずですから。うむ、トウヤ早く行くのじゃ。ちょ、スー、引っ張らなくても行くから。異世界はスマートフォンとともに。ドラマ CD。 え、先生が風邪ひいて来られない？らしいです。3人いる先生のうち2人が倒れて、今日は1人だけしかいないんだそうで。トウヤのリカバリーで治せんのか。リカバリーでは風邪は治せないんだよね。なぜか普通にお医者さんに任せた方がいいと思う。最初から問題発覚ね。人員不足、もう少し保育士が必要なのかしら。たった一人では子供たちの面倒を見るなんて難しいですよね。手伝うか。トウヤさん、子供の相手は自信がないけど、誰もいないよりは僕でも役に立つんじゃないかなと。うん、じゃあ私も手伝うわ。私たち実家ではよく小さい子の面倒を見てたから。そうなの？はい、私たちが育ったおじさんの家では年下のいとこたちが多かったので。そういうこと、子供の扱いには慣れてるわ。任せなさい。拙者も子供は好きでござるから手伝うでござるよ。では私も。わらわも手伝うぞ。物好きね、あなたたち。どうか一枚にもならないってのに。まあ託児所を作ったらどうですかって言い出したのは僕だからね。これくらいはさ。ご立派です、アルジ。よし、じゃ子供たちのところに行こうか。人数がこれだけいればなんとかなるだろう。ちょっと待ちなさい、私は見学だけだからね。ちぇ、見てるだけなら手伝ってくれても。うわあ、視察の方ですか。すみません、今このような状態で。お話は聞きました。僕らもお手伝いさせてください。少しは手助けになるかと思います。ありがとうございます。
限って預かる人数が多くて。あ、こら、カーテンに登っちゃダメよ。ダメだったら。登れ。本棚によじ登るのもダメ。やだよ、理由を教えて。それは食べられないから。中入ってんだもん、しょうがないじゃん。お願い、言うこと聞いて。なんかすごいですね。これはなかなか手ごわい相手だぞ。ですね。ウィーッ、やーい、ファイツバルビエー。大丈夫リンゼ。こら、待ちなさい。怒った、逃げろ。トウヤさん、いや、見てない、見てないから。しっかり見てたわよね。見てたの。え、あ、トウヤ殿、琥珀が。猫だー、猫琥珀。ちょ、ダメだよ、いじめちゃ。猫ちゃんがかわいそうでしょ。だから、トナ。え、トウヤさん、何泣かせてるんですか。いや、違うんだって。これは、入った。お前、悪いやつだな。みんな、やっちゃえ。褒美の子供らは恐ろしいでござるな。ねえねえ、尻尾の髪のお姉ちゃん。尻尾？拙者のことでござるか。うん、私の馬さんになって。馬？ご指名ね。これもお手伝いのうちなのよね。わかったでござる。さ、乗るでござるよ。才能あるんじゃない。何の馬の。それより私たちも子供たちの面倒を見なければ。どうしたら。言っとくけど、私は見学だからね。まずは一緒に遊んで仲良くなることから始めましょう。仲良くなれば子供たちも言うことを聞いてくれるんじゃないかと。ふむ、一緒に遊べばいいのじゃな。それなら任せるのじゃ。光を来たれ、小さき照明、ライト。うわ、なんか光ってる。光る玉、ピカピカして綺麗。追いかけろ。なるほど、ライトを遊び道具として使うとは考えたわね。子供ならではの発想かしら。私は光魔法の適性がないので、あれは使えません。まあ、気を落とさずに。なあなあ、姉ちゃんたち。姉ちゃん？私たちのことですか？一応私、この国の王女なんですけれど。姉ちゃんですか？姉ちゃんたちにこれやるよ。さっき捕まえた、でっかいイモムシ。え？なんだ？イモムシ型の魔獣であるキャタピラーなんかとは平気で戦えるのに。変な子たちね、まったく。こんなんで子供たちの相手が務まるのかしら。黒い姉ちゃん、これいるか？ありがとう。いらないわ。
周回ってやっと逃げ切ったか。子供ってしつこい。我はトラ、トラなのだ。にゃんこではない。子供もあれだけ集まると僕だけじゃ手に負えないよ。スリップで転ばすわけにもいかないしな。あれ、違う。そこはこう、もっと脇を締めてえぐり込むように打つ。こう、うん、いい感じ。数字がいいわよ、あんた。何してんの、エルゼ。子供たち集めて。あ、どうや。いえ、この子たちが舞踏士の技を教えてくれって言うから、ちょっとだけね。姉ちゃん、さっきのもう一度見せてくれよ。見せて見せて。しょうがないな。じゃ、今度はこの木で。え、ちょ、エルゼ、まさか。ベースタウン。おいおい、主、あちらにも倒された木が。どう、すごいでしょ。庭の木が、庭の木が。なんで、なんで。あれ、ひょっとしてまずかったかな。いや、まずいも何も。庭の木を勝手に殴り倒されたら、そりゃ叫びたくもなるだろう。あと、どうしよう。こういう時こそ子供たちの見本にならないと。悪いことをしたら謝る、基本だね。そうね、謝ってくれ。とりあえず倒した大木をストレージでしまっておくか。いや、そうか。どうせなら。兄ちゃん、何してんの？いいかい？よく見てな。モデリング！完成っと。おー、すげー。何これ？ね、何これ？ジャングルジムだよ。登ったりくぐったりして遊ぶんだ。ジャングルジム！ジャングルジム！俺、登る！俺も！順番ね、順番。無邪気なものですね。はあ、おー、トーヤ、また面白そうなものを作ったの。わらわも登ってみたいが。いやいや、スーはお姉さんなんだからさ。それもそうじゃな。それよりトーヤ、男の子たちだけではなく女の子たちの遊び道具も作ってくれんかや。女の子の？それもそうか。でもな、ぬいぐるみとかはモデリングじゃ作れないし、積み木は確かもうあったよね。女の子って何して遊ぶの？おままごととか、お絵かきとかじゃな。おままごとか。なら、木製の小さい食器や調理器具を作るか。食べ物も木で作ってみよう。モデリング！こんなもんかな。おお、小さいが、包丁に鍋にフライパンじゃな。ナイフにフォーク、皿もある。おお、このパンはまるで本物みたいじゃん。食べないでよ。いくらなんでも木のパンは食べられないのじゃ。バカにするでない。ごめんごめん。それじゃ、これ中に持っておこうか。うむ。ああ、ちょうどあそこでおままごとをやっているみたいじゃぞ。およ、よちよち、どうしたんでちゃか。バブー、お腹減ったんでちゃか。ミルクあげましょうね。バブバブは、トーヤさん、違うんです。これは違うんです。ああ、うん、わかってるから。ユミナ姉様、スーまでそんな目で見ないでください。これはあくまで
だから分かってるから。あ、みんなこれおままごとの道具だよ。仲良く使ってね。わー、ありがとう。わー、すごい。ありがとう、お兄ちゃん。お兄ちゃんも混ぜてあげようか。私の旦那様にしてあげる。うわ、それはありがとう。いや、ユミナ、おままごとの話だし、子供の言うことだからね。わかってます。ちゃんと私たちに報告してくだされば、さらに婚約者が増えても。だから、違うからね。それにこれ以上増やす気はないから。それはどうでしょうか。増えると思うがの。というか、わらわが入りたいがの。スーまで何言ってんのさ。ダメだよ、お兄ちゃん。女をもてあそぶと、後ろから刺されるよ。君、怖いこと言うね。え？でも、ほら、あれ。違うんだ。この女は何か勘違いを。何を勘違いするっていうのよ。私という妻がありながら、奥さんがいるなんて聞いてない。私のことは遊びだったのね。違う。俺は、二人とも好きなんだ。だから三人で仲良く。うわされましたね。おもちゃの包丁ですが。何ですか、あの芯に迫ったリアルすぎるおままごとは。世間じゃよくあることだよ。怖いな、世間。お兄ちゃんも気をつけて。刺されそうな顔してるから。それどんな顔。大丈夫です、刺しませんから。わらわも刺さんぞ。安心せい、トウヤ。それはどうも。いや、なんか違う気がする。あれ、そういえばリンゼは向こうの台所で先生と一緒に子供たちのお昼ご飯を作ってますよ。ここって昼ご飯も出るのか。さすが国が建てただけのことはあるな。何を言っておるのじゃ。そうするように国王陛下に提案したのはトウヤじゃろ。そうだった。給食とかの話をしただけなんだけどな。まあ、サンドイッチとか、スープとか、簡単なものらしいですけどね。量が多いので、リンゼさんがお手伝いに。なら、僕も手伝ってこよう。行くよ、琥珀。キュイ。え？トウヤさん？ユミナとスーにここは任せるよ。それじゃ。あ、ずるいです。じゃあ、お姉ちゃん、今度はおばあちゃん役ね。おばあちゃん？わらわはお母さんがいいの。私もお母さんがいいです。ダメ、お母さんは私。あ、トウヤさん、どうしたんですか？ちょっと避難に。ああ、いや、手伝えることはないかと思ってね。そうですか。でも、簡単なものばかりなので、そんなに手間はかからないんですよ。もうこんなにできてますし。あ、サンドイッチ、お一つどうですか？いいの？では、お言葉に甘えて。いいね、美味しい。よかった。じゃあ残りも作ってしまいますから、トウヤさんは子供たちの相手を。え、あれ？このぐちゃっとしたサンドイッチは失敗作？これももらっていい？あ、それは！え、食べちゃまずかった。あれ？なんか、変な味。カネジ、しっかりしてください。カラー、何これ、喉が痛い。水。はい、どうぞ。死ぬかと思った。それ、お姉ちゃんが作ったやつなんです。さっき先生に木を倒したお詫びにって手伝おうとしたんですけど、その一個だけで向こうへ行ってもらいました。その食材の無駄遣いはもったいないので。エルゼが作ったのか、道理で。それはお姉ちゃんに食べてもらおうと残しておいたんです。なんでかお姉ちゃんは辛いの平気なので。というか、ここにそんな辛い調味料はないはずなんですけど、
どうやって作ったのか。まさか舞唐辛子とか常備してないよな。とにかくここは大丈夫ですから、他の人を手伝ってあげてください。わかった、じゃあ頑張って。はい。大丈夫ですか、主？まだ舌がピリピリしてるよ。あれ、八重とリーンのところに子供たちが集まっているけど、なんだろう。行ってみましょう。ここをこう折れば、ほら、これで完成でござる。鳥さんだ、鳥。これは鶴という鳥でござる。イーシェンにいる真っ白な鳥で、それは綺麗なんでござるよ。へえ、折り紙か。イーシェンにもあるんだな。おう、トウヤ殿、今子供たちとリーン殿に折り方を教えていたでござるよ。リーンは何を折っているんだ。これよ、初めて作ったし、緑じゃないから分かりにくいかもしれないけど。これってカエル？これにプログラム、プログラム開始、移動、前方に跳ねながら3回、発動条件、人が触れた時、プログラム終了。空、わっ、飛んだ！すごいすごい！私にもやらせて！へえ、やるね。子供の頃こうやって遊んだものよ。動かしていたのは木の人形だったけど、懐かしいわね。いや、その遊び方はプログラムが使えないとできないから。ほら、みんなもおるでござる。このお姉さんが動かしてくれるでござるよ。ちょ、あなた何勝手なことを。わー、やったー、お姉ちゃんありがとう。私も作る、動かして、折り方教えて。もう今回だけよ。まったく面倒だこと。その割には嬉しそうだね。うるさいわね。あなたはあっちで男の子たちの世話でもしてきなさい。おっと、はいはい。照れなくても良いでござるのに、人間素直が一番でござるよ。さっきまで馬だった人間に言われたくはないわね。あ、ちょ、リーン殿、ひどい。知らないわ。みんな、お昼ご飯ですよ。リンゼお姉さんのところで手を洗ってきてくださいね。はーい。水よ来たれ、清廉なる水球、ウォーターボール、これに手を入れて洗ってくださいね。はーい。運ぶのを手伝いますよ。あ、私も手伝います。わらわも手伝うぞ。ありがとうございます。じゃあそこのテーブルに並べてもらえますか。それじゃあみんな、いただきましょう。いただきます。なかなか重いの。リンズは料理上手じゃな。料理というか、切って挟むだけだから、食材さえ普通なら誰にでも美味しくならないかもしれないけど。ん？何？ううん、何でもない。ほらお姉ちゃん、食べて食べて。え、うん、食べるけど。うまいでござるな。労働の後の食事はまた格別でござる。すごい勢いだけど、子供たちの分まで食べちゃダメよ。あ、わかっているでござるよ。トウヤさん。ん？何？ユミナ。あそこの女の子なんですけど、午前中ずっと元気がなかったんですよ。ちょっと気になって。そうなの？うん。確かになんか元気ない感じだね。すみません、先生。あの子は？え？ああ、エミーですか？大
確かに変ですね。いつもは元気な子なんですけど、今日は朝からおとなしくて、病気ってわけでもないみたいですし。サンドイッチも食べてないみたいだし、お腹が痛いとか。あの子、サンドイッチを懐に。庭の方へ行きますけど、外で食べるつもりでしょうか。いや、あれは多分、あとついていこう。ほら、お食べ、美味しいよ。ああ、やっぱり。子犬ですね。どこで拾ってきたんですか？家の近くの裏道で、ずっと泣いてたから。結構育っているけど捨てられたのかな？それともお母さんとはぐれたとか？あ、通訳頼めるかな、琥珀。キュイ。犬の子よ、お前はどこから来たんだ？なぜそんなところにいた？そうか。主、この子犬は町の外から逃げてきたようです。森の魔獣に襲われて、母犬が身を挺し逃がしてくれたらしく。そうか。エミーの家はお料理屋さんだから、動物は飼えないの。でも放っておけなくて。泣かないで、大丈夫ですから。そうだ、ここで飼えばいいんですよ。おいおい、ユミナ、そんな勝手に。ここは国の管理する施設です。で、私はこの国の王女です。何か問題が？ございません。じゃあ、この子をみんなに紹介しましょうか。トウヤさんはこの子のお家を作ってくださいね、可愛いやつを。僕が犬小屋作るんだ。何か問題が？ございません。じゃあエミ、行きますよ。うん、お兄ちゃん、お姉ちゃん、ありがとう。なんというか、王女ならではの決断力ですね。有無を言わさぬ風格が。それがユミナの個性だからね。まあ、ここの番犬ができたと考えれば悪い話でもないし、子供たちの情操教育にもいいのかもしれないな。あの犬の子も喜んでました。自分も良かったと思います。よし、じゃちゃちゃっと犬小屋を作っちゃおうか。ストレージに木材はたくさんあるから大丈夫だろう。できた。アルチ、あやつには少し大きいのでは？犬はすぐに大きくなるからね、これくらいがちょうどいいと思うよ。琥珀、子供たちと仲良くするようにあの子に言い聞かせてね。キュイ。あ、犬小屋ができたんですね。へえ、柵もあって本格的じゃない。気合い入れたわね。だろ、頑張りました。これはなかなか立派でござるな。あら、やるわね。ほら、お主の家じゃぞ。うんうん、気に入ったようです。そりゃよかった。お家だ、白のお家。白？この子の名前です。さっきみんなで決めたんですよ。ひねりがないけど呼びやすいし覚えやすいでしょ。まあ、呼びにくい名前よりはいいと思うけどね。よかったな、白。うんうん、よし、じゃあみんな、シロと遊んでやってね。はーい。琥珀、危ないことしないように見ていて。キュイ。元気でござるな。楽しそうですね。やっぱり子供は元気じゃないとね。どうや、今度は何をしてるのじゃ。うん、シロと遊ぶのにゴムボールを作ろうと思って、自転車のタイヤに使った余りがあったからさ。モデリングだ、できた。ゴムボール、何のことかわからんが、よく弾む球じゃの。
プロテクションもかけておいたから汚れないし簡単には破れないよ。シロ、それ。夢中で追いかけているでござるな。獲物を追いかけて狩りをしていた習性かしらね。お姉ちゃんたちも遊ぼうよ。よし、リンゼ、行くわよ。待ってよお姉ちゃん。どれ、では拙者も。弓の姉様、わらわたちも行くのじゃ。あ、すう、もうあなたは行かないの？さすがに疲れたからね。あの中に混ざる元気はないよ。若い子たちに任せる。何よ、年寄り臭いわね。年寄りって、まさかリーンに言われるとは。どういう意味かしら、ちょっと詳しく聞きたいわね。と、やっぱり僕も行こうかな。おい、僕も混ぜてよ。ほら、ちょっと待ちなさい。ああ、疲れた。お疲れ様です。やっぱり家は落ち着くでござるな。スー殿やリン殿も今頃家でくつろいでいるでござろう。今日は一日中騒がしかったからね。子供の相手ってほんと大変だよな。でも楽しかったですよ。私とお姉ちゃんは毎日あんな感じだったので。うん、久しぶりに遊んだって感じよね。なんか懐かしかったわ。私はあまり子供たちのお世話はできませんでしたけど。子供の面倒なんて見たことなかったんでしょ。仕方ないよ。そうですよね。これからです。トーヤさんと私の子供ができるまでには完璧に。ちょっとユミだ、いきなり何言ってんの。子供とか。え、でも皆さんもトーヤさんと結婚したら子供は欲しいですよね。それはその、もちろん欲しいでござるが、死者たちはまだ婚約者になったばかりでござるし。トーヤさんとの子供、子供。落ち着きなさいリンゼ。もうユミナが変なこと言うから。別に変ではないと思うんですけどね。えトーヤさん、いや、そのそういう話はまだ僕らには早いんじゃないかと。でもお母様は15で私を産んでますけど。そんなに早いの？これだから異世界は。異世界？いや、まあやめやめ、この話やめ。まあいいから、お風呂にでも入りましょう。そうでござるな、一日の疲れを取るでござる。そうですね、一緒に入りましょう。え、お風呂ですか？ほらほら、ユミナ殿、行くでござるよ。ちょっとやだ。みんなで入るでござる。引っ張らないでください。ちょっと、おやさん、私たちはこれで。言っとくけど、いつかみたいに覗くんじゃないわよ。覗かないよ。っていうか、前のも覗いてないから、あれは事故だろ。なんかもうほんと疲れた。大変な一日でしたね、主。まったくだね。でもまあ、子供たちも可愛かったし、いろいろと面白かったからいいか。また今度遊びに行ってみよう。はい。いや、しかし、ずっと子供たちの相手をするのは疲れるね。わかります。私も街を歩いていると、子供たちが寄ってきて、猫だ、猫だ、と。傷つけるわけにもいかないので逃げますと、どこまでも追ってきます。そりゃ大変だ。笑い事ではありません。まあ本物の猫のところへ誘導して逃げ切りましたけど。
望月桃也役福原克実、ユミナ・エルネア・ベルファスト役河野麻里香です。エルゼ・シルエスカ役内田真也、リンゼ・シルエスカ役福和由衣、九重八重役赤崎千夏でござる。スーシー・エルネア・オルトリンデ役山下奈々美じゃ。リーン役上坂すみれ、琥珀役海田由紀です。